第442連隊戦闘団は、第二次世界大戦中のアメリカ陸軍が有した、連隊規模の部隊である。士官などを除くほとんどの隊員が、日系アメリカ人により構成されていた。ヨーロッパ戦線に投入され、数軸国相手に優先艦倒した。その激闘ぶりは連隊に従軍した約1万4000人の、うち、死傷率は314%であり、この数字は1人。 平均3回以上死ぬようなおけがをしたということを示している。そして4000人以上がパープルハート賞を獲得した。アメリカ合衆国史上最も多くの勲章を受けた舞台としても知られる。第二次世界大戦中、約3万3000人の日系2世がアメリカ軍に従軍し、そのほとんどは本団第100不評大隊。 アメリカ陸軍情報部の3部隊のいずれかに配属された第442連隊戦闘団の編成図強制収容所に収監される母親を手伝う日系人兵士アメリカ軍兵士の監視のもと強制収容所に連行される日系アメリカ人更新する第442連隊戦闘団の兵士1941年12月の真珠湾攻撃に伴い アメリカ合衆国は日本に対して戦線を布告した。その後アメリカ軍は初戦で敗退を続けた上に日本海軍の潜水艦によるアメリカ本土砲撃や艦載機によるアメリカ本土空襲が行われたこともありアメリカ政府及び軍は日本軍のハワイ侵攻お及び本土侵攻が近いうちに行われると予想しその対策を進めていた。その際に アメリカ政府は、アメリカ国内の日系人社会の動向を、黄色人種に対する人種差別的感情を背景に、不安にししていたことなどから、1942年2月以降に、アメリカ西海岸に居住していた、日系人と日本人移民約12万人は、ほとんどの財産を没収された上で全米に散らばる、強制収容所に強制収容された。なお、 ハワイ準州居住の日系人については、全体の人口に対して、その率が島によっては、人口の半分程度と、あまりにも多く、生活や経済が成り立たなくなると同時に膨大な、経費と土地を必要とすることになるため、当局は、日系人社会に対して影響力が高いと見られた、日系人会幹部や僧侶ら数百人を、ホノルルのサンドアイランドの収容所に収容、後に、 人数は数千人に増え、オアフ島の炎を売り売キャンプをはじめ、カウアイ島、マウイ島、ハワイ島の数カ所に強制収容したものの、全日系人が対象とはならなかった。第二次世界大戦の戦争目的として、日本はアジアの白人支配からの打倒を謳い、アメリカでの日系人の強制収容を、白人の応暴の実例として宣伝していた。 アメリカはそれに反爆する必要に迫られ、日系人の部隊を編成することになった。また、高い指揮を持った第100不評大隊が、軍事訓練において、一際優秀な成績を上げたこともこれを後押しした。1942年6月に、在ハワイの日系2世の陸軍将兵約1400名は、ハワイ緊急大隊に編成され、ウィスコンシン州に送られた。 同地のキャンプマッコイで、部隊は再編され、第100不評大隊と命名される。大隊長以下3人の幹部は白人だったが、その他の士官と兵員は、日系人で占められていた。ここで、部隊は、訓練を重ね、1943年1月には、ミシシッピ州のキャンプシェルビーに移駐する。これ以前にも、すでに3500人の日系人が、 アメリカ軍で様々な任務に当たっていた。1943年1月28日、日系人による連隊規模の部隊が編成されることが発表され、強制収容所内などにおいて、志願兵の募集が始められた。部隊名は、第442連隊であるが、不評連隊である第442連隊を、中核に、砲兵大隊。 公平中隊を加えた独立戦闘可能な連隊戦闘団として編成されることとなった。ハワイからは以前から大学勝利法師団で活躍していたものを含む2600人、アメリカ本土の強制収容所からは800人の日系志願兵が入隊した。本土の強制収容所からの入隊者が少ないのは各強制収容所内における親日派、 新米派の対立や境遇が影響していたが、ハワイでは、事情が異なり、募集定員1,500人の6倍以上が志願したため、定員が1,000人増やされた。なお、徴兵年齢の日系人人口は、ハワイで2万3,000人強、本土では2万5,000人程度で、大差はなかった。編成当初、背景事情の違いから、本土出身者とハワイ出身者の対立は深刻で、 ハワイ出身者は、本土出身者を、こトンク、自分たちを、ブッダヘッドと呼んで互いに反目し合い、第百不評大隊の兵士も加わった、暴力沙汰も発生した。そこで上層部は、双方の対立を解消すべく、ハワイ出身者に、本土の強制収容所を見学させることとした。そして彼らは、有志鉄線が張り巡らされ、常に監視員が銃を構えているという、 刑務所同然の現状を目の当たりにして、いかに本土出身者が辛い状況に置かれているかを知り、対立は解消されることとなった。なお、日系人部隊のモットー、Go f o ー b r o は、元来は、ハワイクレオール英語で、ギャンブルで有りがすべてをつぎ込むことを意味する。当時のハワイには、日本以外にも、フィリピンや中国などアジアからの移民が多く、仕事場となった。 サトウキビのプランテーションでは、賭博が盛んに行われていたが、移民同士は、現地のハワイ語や英語を組み合わせた美人英語で会話していた。日系人部隊の活躍が知られるようになったこともあり、現代では、元の、アりガネをつぎ込むの他にも、当たって砕けろという日系人部隊に由来する意味も、辞書に載るようになった。日系人部隊は、当初、白人部隊の、 玉よけにされる、または大きな損害を受けた場合に、そのような避難を受けるのでは、という軍上総部の器具により戦闘には投入されなかった。1943年8月に北アフリカのオランに到着した第100不評大隊の配備先は未定だったが、大隊側からの希望によって、9月22日に第34師団第133連隊に、 編入され、イタリアのサレルノに上陸した。29日には、ドイツ国防軍と遭遇し、初の戦死者を出した。1944年1月から2月にかけて、ドイツ軍の防衛戦、グスタフラインの攻防において、激戦を繰り広げた。5月には、ローマ南方の防衛戦、カエサルラインの突破にも活躍している。ローマへの進撃の途上で、 激戦地モンテカシーノでの戦闘にも従事し、多大な犠牲を払った。部隊は、ベネベントで減少した兵力の補充を受け、ローマを目指したが、軍上層部の移行により、ローマを目前にして、停止命令が出され、後続の第一特殊任務部隊などの白人部隊が1944年7月4日に入場して、ローマ解放の栄誉を手にした。結局、 部隊は、ローマに入ることを許可されず、ローマを迂回しての北方への進撃を命じられた。イタリアに到着していた第442連隊は、第1大隊が解体されたため1個大隊かけていた、編成となっていたので、6月に、第100不評大隊を第442連隊に、編入して、第442連隊戦闘団を、ベルベデーレ、 ピサなど、イタリア北部での戦闘に参加させた。1944年9月に、部隊はフランスへ移動し、第36師団に編入された。10月には、フランス東部アルザス地方の山岳地帯で戦闘を行う。10月15日以降、ブリュエールの街を攻略するため、周囲の高地に陣取るドイツ軍と激戦を繰り広げた。一体は、 山岳、森林地帯であるため戦車が使えず、不評の力のみが頼りであった。20日には町を攻略したものの、第36師団長、ジョン・アーネスト・ダー・ルキスト少将の命令により、引き続き超東方の攻略を継続した。戦後のブリュイエールでは、部隊の活躍を記念して、通りに、第442連隊通りという名称が、付けられた。なお、 ブリュイエールでは1994年10月15日には442連隊の退役兵たちが招かれて、解放50周年記念式典が取り行われている。1944年10月24日、第36師団141連隊第一、大隊、通称、テキサス大隊が、ドイツ軍に、包囲されるという事件が起こった。彼らは、救出困難とされ、 失われた大隊と呼ばれ始めていた。10月25日には、第442連隊戦闘団、第2大隊に待機命令、翌26日には救出命令が下り、部隊は出動した。休養が十分でないままの、第442連隊戦闘団は、傍時の森で待ち受けていたドイツ軍と激しい戦闘を繰り広げることとなる。10月30日、ついに、 テキサス大隊を救出することに成功した。しかし、テキサス大隊の211名を救出するために、第442連隊戦闘団の56名が、戦死し、約800名が負傷した。この戦闘は、後に、アメリカ陸軍の10大戦闘に数えられるようになった。救出直後、442部隊とテキサス大隊は、抱き合って喜んだが、 大体のバーンズ少佐が軽い気持ちで、ジャップ部隊なのかと言ったため、第442部隊の勝利が、俺たちは、アメリカ陸軍442部隊だ。言い直せ。と激怒してつかみかかり、少佐は謝罪して敬礼したという逸話があるが、これは、矢野通ル氏による、創作の可能性が高いとされている。テキサス大隊救出作戦後も戦闘は続きさらに、被害は増加した。 ようやく後方へと下がった11月12日に、師団長、ダールキスト少将が師団を離れる、戦闘団を越平した際、あまりに少ない整列を見とがめ、部隊全員を整列させろと言ったはずだと不機嫌に言ったのに対し、連隊長代理のミラー中佐が、将軍、目の前にいるのが、その全員です。と答えた。その報告を聞いた、ダールキスト少将は、 ショックのあまりスピーチさえできなかったという。これは第36師団編入時には約2943名いた兵員が800名ほどにまで減少していたからである。ボーイ・ブリュイエール解放の戦闘を失われた大体救出前での戦死者。第100大体29名、第2大体42名、第3大体3名。 第232公兵中隊、2名、計、76名防衛失われた、大隊救出の戦闘での戦死者。連隊本部、1名、第100大隊、11名、第2大隊、12名、第3大隊、29名、派遣衛生小隊、1名、第232公兵中隊、1名、第522ヤホー大隊、1名、計、 56名ボーイラウシエールセント大の戦闘、失われた、大隊救出後での戦死者。第100大隊、5名、第2大隊、20名、第3大隊、15名、第232公兵中隊、2名、対戦車中隊、3名、計、45名ボーイの一連の戦闘での戦死者。合計、177名シャンパンキャンペーンでの戦死者。 第100大隊、1名、第2大隊、7名、第3大隊、6名、第232工兵中隊、2名、計16名フランス戦線全体での戦死者、合計193名再編成を行った第442連隊戦闘団はイタリアに移動し、ゴシックラインと呼ばれるドイツ軍の防衛戦においてバッファローソルジャーと呼ばれる黒人兵主体の 第92師団に配備された。そして半年にわたって降着していた戦線をわずか30分で攻略する戦果を挙げ、そこで終戦を迎えている。例下の第522野戦砲兵大隊は、フランス戦後はドイツ国内へ進行し、ドイツ軍との戦闘の末に、ミュンヘン近郊のダッハウ強制収容所の解放を行った。しかし日系人部隊が、 強制収容所を解放した事実は1992年まで、公にされることはなかった。欧州戦線での戦いを終えた後、第442連隊戦闘団は、その活動期間と規模に比して、アメリカ合衆国軍事史上で最も多くの勲章を受けた部隊となり、歴史に名前を残すことになった。特にその負傷者の多さから、パープルハート大隊とまで呼ばれた。 戦闘団は総計で1万8千近くの勲章や章を受けており、その中には以下のようなものも含まれている。格上げが多いのは、当時日本と戦争中のアメリカで日系人部隊を評価することにためらいがあったが、戦後そのしがらみがなくなり再評価されたためと、1960年代に公民権法が施行され、それまでの人種差別政策が是正されたためである。 第442連隊戦闘団を越兵するトルーマン大統領元兵士らの前で議会名誉合勲章を授与する法案に署名するオバマ大統領元兵士らと握手するハリー・ビー・ハリース・ジュニア司令官442連隊が強制収容所の被収容者を含む日系アメリカ人のみによって構成され ヨーロッパ戦線で大戦時のアメリカ陸軍部隊として最高の主君を挙げたことに対して1946年にトルーマン大統領は諸君は敵のみならず偏見とも戦い勝利したと称えている。しかし優先も虚しく戦後も日系人への人種差別に基づく偏見はなかなか変わらなかった。 舞台の解散後、アメリカの故郷へ復員した兵士たちも、主に南部の白人住民から、ジャップを許すな、ジャップお断りといった敵視、別死にさらされ、仕事に就くこともできず、財産や家も失われたままの状態に置かれた。やがて1960年代になると、アメリカ国内における、人権意識、公民権運動の高まりの中で、日系人はにわかに、 模範的マイノリティとして称賛されるようになる。442連隊は1946年に一旦解体されたが、1947年には予備役部隊として第442連隊が再編成され、ベトナム戦争が起こると、1968年には不足した州兵を補うために州兵団に編入された。その後、 1969年に解体されたが、連帯霊化部隊のうち、第100不評大隊が、予備役部隊として現存している。部隊は本部を、ハワイのフォートシャフターに置き、基地を、ハワイ、アメリカ領サモア、サイパン、グアムなどに置いている。部隊は、統合や再編成を繰り返しているが、現在も主力は、日系人を含むアジア系アメリカ人が占めている。 2004年8月に第100不評大隊は第29独立風評旅団の大隊機動部隊の一つとしてイラクにおける任務のために活動を再開した。部隊はハワイのスコーフィールドバラックスにて動員されテキサス州のフォートブリスで2004年に訓練を受けた。その後ルイジアナ州フォートポークで連制度を確認され2005年3月より イラクで任務についている。これは2006年に帰還している。2010年10月に、オバマ大統領は、442連隊戦闘団と、陸軍情報部に、アメリカ合衆国において最高位の勲章である議会、名誉合勲章を授与する、法案に署名した。現在のアメリカ陸軍では、442連隊、戦闘団の歴史を学ぶ授業は、 必修過程となっている。2021年6月3日には、アメリカ合衆国郵便公社より4 4 2連帯を称える郵便切手が発行された。ありがとうございます。